武器弾薬を確認しろ。警戒を怠るな。行くぞ。おう。今だ。うれしっけた音だな。愛がねえ。なあガド。え？どの子かわからねえならみんな守ればいいよな。なんか悩んでるのか。そんな暇あったら走れよヒーロー。頼まれたんだ。ああ、スノーさん、お疲れっす。 おかえり。それちゃんと使えたのか。いやもうほんと無理っす。しっかりしろって。いたあいつだ。言いたいことあるんじゃないの。じゃあ行こう。でも手伝おうか。いやーもう本当大変だったんすから。無事か。ノラは軍隊より強い。ガキどもだよ。あと一人残らず。みんな守るからな。ほら。おーい。遺跡に行ってくる。ガキどもを頼む。任せとけ。嫁さんによろしくね。お前は嫁さん、俺はガキか。おいしくねえな。今度おごるよ。嫁さんの手料理な。式のご予定はいつですか。お前らだけは招待しねえ。ふざけんな。ふざけんな。私も。んじゃない。あいつに言いたいけど。ねえ、これ飛ばせる？多分。やったー。それ。あっち。遺跡に入ったらパルスのルシにされるかも。やっぱり僕よろしく。何やってんだ。行きます。危ねえ。
ルスはパルシュ、私たちの運命と未来が縛られた。いないか。いたら変ですよ。ん？兵隊だってファルシに近づくわけがない。パルスのルシにされたらおしまいなんだ。何それ？知らないんですか、あなた。バニラ。え？名前、そっちは？ホープ。どうも。なんで来ちゃったんだろう。とりあえずあいつ探そう。これこれ。バニラさん、どこへ？どう？どうって…えい！やあ！やっつけよう。あほら、そら、じゃあ張り切っていこう。怖くないんですか？ないかな。本当に知らないんだ。ファルシとルシは敵だから国運から追い出す。ファルシの近くに住んでいた人も一緒にパルスに放り出す。パージってそういうことでしょ。ここにいたら僕らもパルスにパージされて。だから何？何って、パルスは地獄なのに。落ち着け、ホープ。ごまかさないでよ。聞こえるか？俺だ！どこにいるんだ！頑張れよ、セラ。もうすぐヒーロー参上だ。あれをどうにかしろってことか。待っててくれ、セラ。
まだ開かねえのか。やっぱ無理なんてねえの。拒んでいるのか。え？拒んだのは私の方か。耳を塞げ。バカバカ。いいぞ。私が悪かった。開けてくれ。頼む。なあ、どうやったんだ。また無視かよ。兵器だけじゃなくてよ、兵士も残ってるかもな。そいつらもうルシンになってるよな。人間じゃないんだよな。国運の敵パルスのルシ、始末しねえとな。よし行くぞ。待ってろよ、ヒーロー参上だ。待ってろよ、ヒーロー参上だ。やっぱりあいつだ。何がヒーローだ。ここに来るよ。どうします。言いたいこと言いなよ。でも言ったって母さんは。逃げたっていいけど。なんでこんなところに。早く逃げろ。わかった、歩けねえなら隠れて待ってろ。セラーを助けたら一緒に逃げよう。うちに返してやるからな。この…待って、セラーって。俺の嫁さん、未来のだけどな。ファルスのルシだ。ファルシに捕まってこの遺跡にいる。助けてくるから待っててくれ。なんだよそれ。ルシを助けるってなんだよ。あいつら敵だろ。敵は
助けるのに、なんで、なんで、おかしいよ。そうだな、ごめんな、バカでさ。じゃあな。あいつが戻るまで待って、助けてもらう？誰があいつなんかに巻き込まれてばっかりだ。一昨日ファルシが見つかった時、ボーダムに行っただけなのに、軍隊に捕まってマジされて、あいつのせいで母さんか。あ、みんな守るんだっけな。何がセラだよ。よっ。一緒に行こう。直接文句言いなよ。言うこと言わないとずっと苦しいから。よし。あんた一体何しに来たんだ。戦いに来たんじゃねえのか。妹だ。妹？ルシにされた。パルスのルシか。ファルシに囚われているらしい。助け出す。無事なのか。あ、妹さんの使命は。その子がルシにされた時、ファルシに何を命令された？やっぱり国運を壊すとかそういうもんか。聞けなかった。いいか姉ちゃん、ファルシは人に呪いをかけてルシに変える。ルシは使命を与えられる。その使命を果たせないと、ルシはああいう化け物になる。もし妹さんがああなってたら、いやまだでも、そう、な、ルシになった人間を助ける方法はね、たとえ使命を果たしても普通の暮らしはもうできねえ。永久にファルシの奴隷だ。楽にしてやんな。はっきり言え。ルシも、ルシになりそうな奴も一人残らず殺せってな。あんたのような奴がパージを始めたんだろうな。これが死骸ってやつかよ。こいつら元は調査隊の兵士か。軍の攻撃が始まる前に。なんだ。パルスの烙印だ。ルシなんだよ、その子は。そう言ったはずだ。パルスのルシは国運の敵だ。ルシは処刑か。使命を果たせなかったらあんな化け物だしよ。殺すのが情けか。お姉ちゃん、セラー。一緒に帰ろうな。話せ。私が連れて帰る。姉さん。誰が姉さんだ。お前はセラを守れなかった。お前のせいで。守れるよ。
セラ。守れるよ。だから守って。悟空も守って。使命か。それがお前の使命なのか。わかった。任せろ。守るよ。俺が守る。セラも悟空もみんな守る。そうだ。私が何とかする。安心したろ。ごめんね。セラ！使命を果たしたルシはクリスタルになって永遠を手に入れる。セラもそうなんだ。永遠ってことは死ぬわけねえだろ。セラは未来の嫁さんだ。ずっと一緒って約束した。俺何年でも待って未来の。何が未来だ。現実見ないで逃げてるだけだ。ねえセラ、ルシになったら何もかも失うの？何？軍隊か？まもなく予定地点に到達する。地上班、こちらの状況は？問題ない。抵抗はほぼ弾薬切れだ。帝国通りに方向できた。欠片も残した。ファルシの遺物は殲滅だ。やれ。ファルシに会ってくる。セラを助けてもらうんだ。え？ファルシにお願いするってか。そんなに甘いわけあるか。向こうは人間を道具としか思っちゃいねえんだ。俺は未来を待つだけじゃない。姉さん、
これがファルシ。セラはクリスタルになった。あんたが命令した使命を果たしたんだ。だからもういいだろう。セラを元に戻してくれ。頼む、セラを助けてくれ。代わりに俺がルシーになってもいい。バカ野郎が、ファルシが人の願いなんか聞くか。姉さん、こいつのせいでパージが起きて人間同士殺し合いだ。セラはコクーンを守れと言った。こいつを倒せってことだ。ファルシに勝てると思うか。セラは私に言い残した。ドイチ、付き合うぜ。素人が邪魔じゃなければな。こいつの始末は俺の務めだ。悪いな。
未来が見えなくて怖いから、未来が見えてしまって悲しいから、目を閉じて優しい思い出に浸ってしまう。